皆さんこんにちは、こんばんは。オレユーチャンネルの西山真希です。久しぶりに今日は YouTube の撮影で撮ってるんですけど、今日は何をしようかなっていうのでお伝えしますと、2年前ちょうどコロナの緊急事態宣言っていうのが世の中でまあ初めてあった春から TikTok の方をスタートしまして、今ではその TikTok は私の中で手話歌っていうのを、手話を使っていろんな曲のサビ部分だったりとか、一曲の切り取った部分を手話で表現して残すっていうのをさせてもらって継続しているんですけど、それを続けているうちにインスタグラムとかでも、なんで手話をやってるんですかとか、きっかけとかどうやって覚えてるんですかとか、いろんな質問がたくさん届いていたので、今日は YouTube のこの場をお借りして、なぜ私が手話歌をやったりしているのかっていうのを伝えられたらなと思っています。後半の方では簡単な、皆さんも覚えられるような手話をちょっと入れられたらいいなと思っているので、最後までご視聴いただけたら幸いです。よろしくお願いします。私がなぜ手話をやっているかって言いますと、そもそも小学校の時にクラブで手話クラブっていうのがあって、そこにまず初めて人生で手話と触れ合うっていう時間を作ったんですよ。そこで記憶にあるのは、青いウサギを一曲手話でやって、それがずっと体の中で大人になっても覚えてて、自己紹介とかも、私の名前は西山真希ですっていうのとかも、なんか自然に体がずっと覚えてたんです。で、緊急事態宣言になって、SNS っていうのが世の中ですごいバーって盛り上がったり、みんなやっぱりね、お家でこもってる中で、携帯と向き合う時間が増えたり、家から発信できるものっていうのがたくさん増えたっていうか、そんな感じだったんですけど、私自身がインスタグラムとか SNS をやってて、自分の発信ばっかりをしてるのは別にそれはそれでいいんだけど、せっかくだったらこの SNS の世界の中でもつながれる人の幅とか増えたらいいなって思って、じゃあ耳が聞こえない方が私のインスタグラムとかを TikTok とかを見つけてくれたとして、それをちょっと覗いても、その方たちでも楽しめるような要素があったら、私のことを知ってもらったり、そこで一緒に手話歌やって元気になれたりするんじゃないかなっていうきっかけで、私は自分が手話歌をやろうって思って、もう一回リスタートして今に至っています。TikTok やってると、手話歌っていうのはそもそもあって、結構ハッシュタグで検索するといろんな方がやってるのが出てくるんですよ。だから私も手話歌に関しては本当見て覚えて、曲も使えるものが結局は決まってるし、大体みんな手話歌やってる方たちって同じ曲をいろんな方がいろんな表現の仕方とか、自分なりの手話で届けていることが多いから、私もそういう風なやり方で新しい曲見つけては見よう見真似で覚えて、で、わからないワードのところは携帯で例えば手話届けるって検索すると、届けるっていう手話が出てきて、あ、じゃあここの届けるっていう歌詞の部分はこれなんだとか、これなんだとか思いながら組み合わせていってるんですけど、あくまでもね、これって我流でやらせてもらってるんで、本当たまに間違ってる部分だってあると思うし、それが手話の世界の中のパーフェクトなものかって言われたら、私自身もちょっとわかんない中でやらせてもらってるんですけど、一応耳の不自由な方とか、そういう方が近くにいる方からメッセージが届いて、すごい伝わりやすいですとか、わかりやすくて一緒に覚えてますとか、私のことをタグ付けて手話歌されてるのを届けてくれたりする方がたくさんいてくれるので、私自身もすごい嬉しいなって思いながら今続けてますね。それでですね、ざっくりとっていうか、私がなぜ手話歌をやってるのか、手話と出会ったきっかけとかっていうのは今おしゃべりさせてもらったんですけど、せっかくなので今日は皆さん今動画を見ている方で、じゃあ自分もちょっとやってみたいなという方がいたらと思って、先日それこそ TikTok で投稿した手話歌の中で、私が指文字っていう、さっき自己紹介した西山真希ですっていう、まあ、ですはこれ違うんだけど、指文字が50音ありまして、
で、私の一個の目標で50音覚えたいなっていうのを先日クリアして、その50音の手話歌を投稿させてもらったんですよ。そしたら早すぎて追いつけないとか、もうちょっとゆっくり見たいっていうコメントとかがあったりして、今日はその50音を YouTube で残せば一時停止したりとか、ちょっとスクショして止めてゆっくりもう一回見直したりとかできるかなと思ったんで、これから50音をね皆さんに届けたいと思います。覚えたんですよ。そんな偉そうに言うことじゃないけど。で、あ行からいくと、あ、い、う、え、お、あ、い、う、え、お、です。次、か行、か、けみたいな、か、き、きつねのき、く、け、こ、か、き、く、け、こ、か行。次、さ、し、す、せ、それのそ、指さす、そ、OK。 次、他行、た、ぐ、た、ち、つ、て、と、たち、つ、て、と。次、な、ピースを逆さにして、な、に、ぬ、ね、の、のはね、ただカタカナののを書くみたいに、の、な、に、ぬ、ね、根っこみたいな、ね、の。で、は行が、は、はっていうのはなんかね、2本の指をね、シュッて前に出すんですよ。は、ひ、人差し指のひ、ふ、ふが、このまま下。ふー。へー。へはね、アロハのね、逆さです。へー。ほ。はーひー。ふー。へー。ほ。ま行。まーみ。む。め。も。もっていうのが、こう、キュッてやります。も。まーみ。む。め、も。で、や、や。さっき、へが下だったけど、やは今度上です。や、ゆ、3本をひっくり返す。ゆ、よ、4のよ、を横。や、ゆ、よ、ら、り、りは2本でシュッてやります。ら、り、る、3本、れ、2本。ろ、これさっきぬーの時に1本だったんですけど、ろーが2本です。ピースを曲げてろ。で、わ、私はねこれね W マークのねわらのわって覚えてる。わー、おー、んがレ点角みたいに、ん、わー、おー、んで、今一応50音なんですけど、じゃあもう一回最初からおさらいでね、流れでいきますね。せーの、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの、はひふへほ、まみむめも、やゆよ、ラリルレロ、ワオ。
裸。これをね、皆さんね、指文字50音じゃなくてもこの中から自分の名前に当てはまるひらがな1個ずつ見つけて組み合わせていくだけで自己紹介ができるようになりますし、何か伝えたい時にその言葉を指文字でとりあえず当てはめれば手話って届くものだと思うので、ぜひぜひこの動画を参考にゆっくり一文字ずつでも覚えて練習してもらえたら、一緒にまた手話っていうものを共有できるんじゃないかなと思っています。すごくシンプルな動画になりましたけど、本当に私が手話をやったことによってつながれた方は少なからず増えたし、さらに老学校で今先生をやられている私の恩師とも SNS のメッセージの中で手話を通して再会ができたり、そこでまた会話ができたりして、すごくいいことがたくさん起きています。なのでこれからも継続して届けさせてもらいますし、もっともっとコミュニケーションが取れるように普段の手話も使えるようになりたいなと思っているので、また TikTok だったり Instagram だったりそちらの方に残す動画で見守ってていただけたら幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。また俺りゅうチャンネル西山食堂でお会いできたら嬉しいです。それではせーの、チャオ。Thank you.